はようございます。おはようございます。ゆうでございます。もう今日も人知れずこっそりオムレツを作っていきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、ではきょうは大きいフライパンに戻しまして、でバターを使わずちょっとサラダ油でいってみようかななんて思う今日この頃でございますので、早速やっていきたいと思います。それでは必殺卵のこの辺かな、片手割りからよっ。あ、割れた。ちょっと割れましたね。ちょっと割れたというか完全に黄身が割れましたね。さあ、これは決めましょう。よっ。ああ、決まりましたね。よいしょ。ゴーってなってるのは換気扇でございます。さあ、そこにお水、あ、お水じゃねえ、牛乳を、まあこれは早く固まらないようにするおまじないですね。よいしょ。しましたら、いつものスコップ型フォークで、フォークは卵を溶く道具として僕はよく使ってます。いつもの映像をお送りしております。あ、ごめんなさい。タイマーかけるの忘れました。もう3分ぐらい経ってる。じゃああと、あ、3分ぐらい経ったかな、わからないけど、よいしょ、忘れておりました。よいしょ。では卵をよく腰を切るように溶きまして、これ牛乳が今日はちょっと高い牛乳だったからか、卵の色もだいぶ違いますね。よし、こんなもんでいいかな。こんなもんでいいかね。そして油先生は小さじ2杯ぐらいをめどに入れておきましょう。もうちょいかな。あんまり油入れてもあれなので、よいしょ。でここで火を入れて、よいしょ。今日は味付けっていうかバター風味なしでうまくいくかな。今日こそうまくいかせたいですよね。ちょっとカメラをフライパンの方に、これズームアップができるとな、いいんですけども、それができないのが難点でございます。さあ、それでは行きましょう。素早く、
にあるのを外側から固まってきたものを内側に入れ込んで、よいしょ、結構トロトロの方がいいのかな。さあ、スクランブル状態を一回作りまして、この必殺のゴムベラで形を成形していきたいと思います。形を成形しまして、よいしょ、しまして、せーの、よいしょ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 、あれ、ここがくっついてんだな。ここがくっついてるから、よいしょ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 、お、よいしょ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 、どうしても回りませんね。ということで、よいしょ、回らないときは強引に回します。どうでしょうどうでしょう。ちょっと軽く火を入れて、形はうまくいきましたけども、ね、こんな感じでございます。バターより油の方がきれいに焼けるのかな。でもひっくり返りはしませんでしたが、こんな感じでございます。いかがなもんでしょう。ちょっと暗いですね。これが邪魔なのかな。そうでもないか。ちょっと今日は暗いですね。こんな感じです。さあ、カットしてみましょうか。これはいつもどうカットしようか迷うんですけども、こうカット、断面はこんな感じでございます。うまく映ってんのかな。ちょっと半熟加減がね、ちょっと火が入り、ここの辺分厚くなってますんでね、これが薄くて中がトロトロだと、あのタンポポオムライス見たくなるんですけども、今日も相変わらずの完成度でございましたので、ここにキャベツを少し、あら、取りすぎですね、こうして盛り付けまして、そしてお、ソーセージを乗せまして、あ、ちょうど時間となりました。はい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 、
ということで、本日の朝ごはんは毎週月曜日はオムレツとなっております。毎週金曜日はカレーっていうのもあるんですけど、僕の場合は毎週月曜日はオムレツというふうになっております。それでは今日はこの辺でお開きにしたいと思います。これはね、あれ？なんだ？僕の携帯が鳴りましたね、今。何の音でしょうか。これがいつもね、この辺に入れて、そして僕がこの辺からこう来て、それでは今週も張り切っていきましょう。これでちゃんと映ってんのかな。もう少し下がった方がいいのかな。カメラアングルがよくわかりませんが、では本日はここまでです。さようなら。